プラス E 端末、プラス E はかつて存在した日本のマルチメディア端末。ファミリーレストランや居酒屋などのテーブルごとに一台ずつ設置されたタッチパネル端末で占いやゲームなど多様なコンテンツを利用者に提供し、その利用料を飲食代とともに請求するというシステムであった。駐車場設備機器の販売、保守を行う株式会社。 JCM が2001年に新規事業として立ち上げ、同社の燃焼の急拡大につながったが、プラス E の設置、運営、保守など、一切の費用を自社負担する高コスト体制であったため、同社を民事再生手続きの申し立てに追い詰めることになった。プラス E の E はエンターテインメントであり、エンジョイ、エキサイト、エクセレントなど、複数の意味合いを持たせていた。 2001年の外食産業は、値下げ競争と牛海面上の王問題が暗い影を落とした中、情報技術を活用した集客像が注目を集め、チェーン店ではブロードバンドインターネット接続の提供やタッチパネル式の情報端末を設置するなどの実験が行われていた。タッチパネル式の情報端末は、 大きく二つに分けられ、ゲーム等のコンテンツを提供する、エンターテインメント端末と料理の注文ができる、セルフオーダー端末がある。この潮流の中に、プラス E も含まれ、エンターテインメント端末に分類される。2001年1月22日、JCM は、日立ソフトウェアエンジニアリング、東京放送、BSI、日立京葉エンジニアリング、日立電子サービス、 JSAT NTT コミュニケーションズと共同記者発表を行い、プラス E を発表した。発表当初のコンテンツ提供事業者は、ABEX 他13社に及び、同年1月25日に、東京都武蔵野市のガスト石前店に試験導入する、ことが公表された。記者発表時点で、プラス E の導入を決めていた企業はスカイラークなど12社であった。 また2005年までの導入目標を日本全国で5500店舗11万台とした。なお、この発表の前に日経産業新聞が2000年10月5日にプラス E について報道している。2001年7月時点で導入店舗数はガスト30店、富士カ、レストラン30店、エムズダイニング28店であった。ガストではこの30店での実験を通して 端末1台あたり1日平均700円から800円の売り上げがあり、来客増にもつながっていると結論付け、翌2002年4月までに全店舗への設置を決定した。ガスト全店への導入により、プラス E は2002年4月に約1000店舗1万5000台以上設置された。同年5月には、上映時間が2分から10分程度の短編映画の配信を開始、 オムニバスエンターテイメントは、プラス E に1曲100円でミュージックビデオを本格的に配信する決定を下した。翌6月には、ソフトバンクメディアマーケティングと協力し、日韓ワールドカップ開催による利用像を見込んで、中田秀俊らが出場するセリエへのサッカーの試合の有料配信を開始した。2003年もコンテンツの充実が進み、4月には、 ワイルドカードと協力してディズニーオンプラスイーと称したディズニーキャラクターが登場する4つの占いゲームの配信が始まり5月にはバンダイグループ各社によるゲーム配信7月にはプライムがテレビショッピング無料提供8月にはナムコによるゲーム配信2004年4月にはエポック社によるシルバニアファミリーのゲーム配信が開始された2003年9月 日本 IBM と共同開発した料理の注文機能も付加した新端末の試験導入が始まり、安楽亭と焼肉屋境で試験的に採用された。この新端末は単に注文ができるだけでなく、林や小部兵やアサリドラお笑いタレントが店員に噴して画面に登場し、おすすめメニューを提案するという娯楽性も付加していた。 同年12月18日付の日経 MJ はコンビニの棚の取り合いのような状況になりつつあるとコンテンツを提供する各社の間でプラス E が高い関心を集めていることを報じた。一方、2003年8月の設置台数は約1000店舗約1万6000台と大きく変化していない。プラス E の運営会社である JCM の年賞は プラス E 導入前の2000年4月期は5億7 2 0 0万円であったが導入後の2003年同期には92億4200万円に成長し株式公開を視野に入れていた。ところがフリーユースと称してプラス E を含む機器類の設置から運営、保守まで全ての費用を自社で負担していたことによる資金負担の累積や 事業の急拡大に伴う資金手当が追いつかなかったことから約253億1100万円の負債を抱え2004年8月5日に東京地方裁判所に民事再生手続きの開始を申し立てた東京地方裁判所は同日保全命令を出したこの時点での株式会社 JCM は東京都港区芝浦1-2-1に本社を置き122人の 従業員を雇用していた。プラスイーターを待つは JCM の民事再生手続きの申し立て以後も各店舗に設置されていたが2005年9月をもって撤去され姿を消した。JCM は後にグリーンパーク株式会社となって駐車場管理業を継続し JCM の社長がそのまま社長を務めた。しかし2010年9月期までの過去3年間で 約5億4600万円の所得隠しを行い、約1億6400万円を脱税したとして2012年11月8日に東京地方検察庁特別捜査部に法人と元社長が起訴された。端末のシステムは日立ソフトウェアエンジニアリングと日立電子サービスが開発した。データの送受信は JESAT の提供する通信衛星を利用し、 当時のインターネット配信よりも高速送受信が可能であったとされる。各テーブル上には12.1型の白膜トランジスタ液晶ディスプレイのみが設置され、端末本体は客に見えないように設置された。テーブルに設置されたディスプレイは横向きに設置されたため、プラス医用のゲームを開発する際は、それに合わせた工夫がなされた。 ゲーム初期のプラス E は CPU に Pentium3、メモリに Staram、OS に Microsoft Windows 98を採用していた。映像圧縮には MPEG-2 を用いていたが2003年9月から VP5 に切り替えている。なお混雑した店内では音声が聞き取りづらいという問題があった。端末の設置、運営、保守にかかる費用は JCM が負担した。 さらにコンテンツ利用料の一部を設置店舗に支払っていた。これを JCM はフリーユースと名付け、費用節減をしつつ集客増を目指したいファミリーレストランを顧客とした。この販売手法は JCM の本業である駐車場設備販売のノウハウを適用したものであった。開始当初はうまくいっていたが、最終的には 会社の存亡に関わる危機を招く結果となった。2001年のシステム運用開始時点では、ゲーム占いは有料、スポーツや芸能ニュースと、天気予報は当面無料とされ、その間は広告料収入で賄った。有料コンテンツは当初一つあたり30円から100円、中期には50円から200円で提供していた。 コンテンツは料理の注文から到着までの空き時間の利用が想定され、コンテンツを利用することによる回転率低下を防止するため、約5分で終了する短いものが採用された。また一度購入したコンテンツは1回しか利用できない。2002年4月時点のコンテンツ数は約60種類、翌2003年4月時点では12ジャンル約80種類あった。 若い男女を中心として人気を集めていたとされる。家族連れの場合、子供がプラス E のゲームに熱中し、料理が来ても食べ始めないということもあった。コマーシャルメッセージを配信し、液晶画面に触れると詳細情報を表示することができた。ありがとうございます。